の総合評価出ました。92点です。いやー、素晴らしいですな。訓練レベル A3 の高難度でこの得点を出すとは。今までで一発合格はうちの艦長ぐらいですよ。ハーリー君、やめて。そうそう、なでしこ現艦長の瑠璃さんと初代艦長のミスマルユリカさんだけですかな。この調子で明日からの模擬戦闘も頑張ってくださいよ。それはそうと、ご挨拶がまだでしたな。私、ネルガル重工のプロスペクターと申します。ご承知のように、このなでしこ B は私どもネルガル重工が建造したなでしこ級第2世代型宇宙戦艦でして、この度の訓練航行を私どももお手伝いすることになりました。はい、とりあえずサポートしていただくクルーの皆さんを紹介しましょうか。星野瑠璃少佐です。頑張ってくださいね。瑠璃さんは史上最年少の天才美少女艦長、または電子の妖精と呼ばれる有名人ですからね。高杉三郎太隊員、よろしく。連合宇宙軍少尉、牧美針です。早速ですが、一つ質問します。艦長にとって最も必要な条件は何だと思いますか？それじゃ、俺も質問その2。絶対絶命のピンチを切り抜ける場合、頼りになるのはうちの艦長じゃなくて星野少佐の相性はどっちがいいと思います？お前、何言ってんだよ。すいません、星野少佐にべったりなもんで。違いますよ。ちゃんとした心理分析的質問です。はい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 、皆さん質問はそのくらいで、ただし艦長に対するクルーの支持率も重要な採点の要素になりますから、そのつもりでいてください。クルーの信頼なくして優秀な艦長はありえませんからね。おい、模擬戦闘もう終わりか？なんだよ、俺たちの出番はなしかよ。せっかく準備してたのにね。戦闘終わって今日は風呂なし。にゃはおほほ、ちょうどよかった。彼女たちはエステバリス隊のパイロットの皆さんですが、見学がてら格納庫へいらしてみてはいかがです？ああ、あんたか、艦長候補の訓練士官ってな。俺が整備班班長の瓜畑誠也だ。まあメカニックのことなら何でも聞いてくれ。そんじゃ基礎知識から親切丁寧に解説してやろう。このなでしこ B はなでしこ級宇宙戦艦としては第2世代にあたり、ワンマンオペレーションプランの実験データ収集を目的に建造された。まあ早い話が、一人で宇宙戦艦を動かせるってわけだ。いや、星野少佐と中枢コンピュータの思い金だけで全艦性が可能なように設計されている。もちろんマニュアル送還も可能だが、全長 300m、 装填エンジン2、核パルスエンジン4。本来主武装はグラビティブラストのみだったんだが、今回模擬艦隊戦ということで、ミサイル発射口を左右に8門ずつ計16門装備しておいた。確かに一撃必殺のグラビティブラストがありゃ十分だってお偉いさんは考えているだろうがよ。こいつがやたらとエネルギーを食うからそうそう撃てるもんじゃねえ。戦略ってもんを考えたらどうしたってミサイルは必要だと思ってな。そして防御の決め手は装填員エンジンを利用した時空歪曲場であるところのディストーションフィールドだ。こいつがあれば敵の攻撃は大方防御できる。ただしグラビティブラストにしろディストーションフィールドにしろ出どころは装填員エンジンのエネルギーだ。限られたエネルギーを攻撃と防御のどちらに使うかは勘定次第。腕の見せど通称エステと呼ばれる人型機動兵器のことだ。アサルトピットと呼ばれるコックピット部分とフレームと呼ばれるボディ部分とで構成されている。アサルトピットを各種フレームに換装することであらゆる戦闘状況に対応することが可能だ。この柔軟性こそがエステバリス最大の売りだな。ただ小型軽量化の代償として本体に動力源を内蔵していない。したがってなでしこからの重力波によるエネルギー供給で稼働するため行動範囲はある程度限定されるが、まあ仕方ないところだろうな。操縦は IFS のおかげで至って簡単になっている。 IFS とはイメージフィードバックシステムの略で、簡単に言えばパイロットが頭で考えたことを直接マシンに指示できるということだ。その分パイロット自身の技量は問われるがな。今回なでしこ B には主力機としてエステバリスカスタムを搭載しているが、あいにくまだ調整中でね。良子たちはブーブー文句言ってるよ。まあ俺からはこんなもんかな。あとは重い金のデータベースで検索してくれ。ところであんたが艦長になったとして一つ聞いておきたいことがある。ご覧の通り俺は根っからの技術屋だ。メーカーを思う存分いじられると思えばこそ女房子供を残してなでしこに乗っているわけなんだが、いかんせん整備予算が足りねえんだよ。これじゃろくにチューニングもできやしねえ。もっとも俺がわけわからんメカ作るのに予算使ってるっていうやつもいるがな。とにかくメカは金がかかるもんなんだよ。あんただったらどうする？おお、ちょっと話がわかるじゃないか。俺はスバル涼子、エステバリスのパイロットだ。よろしくな。同じくパイロットの天野光です。牧泉です、よろしく。ところであんたもエステに乗るのかい？そりゃあ頼もしいや。でも俺たちの足は引っ張らないでくれよな。それより館長ってどんな漫画が好きですか？そう、漫画。これでも私本職はプロの漫画家なんだよね。一応参考までに聞いておこうと思って。意外意外。うえー、ほんとかよ。連載お休みにしてなでしこに来ちゃいました。ちょっとスランプでね。駄菓子の定番、そりゃスコンブ。ああ、泉の言うことはほっといていいぜ。やあ、あんたが訓練中の艦長さんかい？私は方明、このなでしこの厨房責任者さん。ところで、もうみんなには会ったのかい？そうかい。でもみんな変わった連中でびっくりしたろう。正直だね。でも腕は確かだよ。みんなここが好きだからね。自分の家みたいなもんさ。艦長、至急ブリッジまで来てください。ほら、お呼びだよ。しっかり頑張っておいで、艦長さん。前方に重力波反応を感知。戦艦クラスです。識別不能。艦隊数は不明。ボース粒子の増大反応。攻撃きます。研究回避。うねえな、おい。一体どうなってるんです？どうやら相手は本気のようです。どうしますか、艦長？いいんですか、攻撃したって。仕方ないでしょ、ハーリー君。